はい、どうも、クラスキーの私です。朝からね、すごいニュースが飛び込んできたというか、山口俊投手がね、コンフポスティング、システムにより大リーグ移籍を目指すことが、分かった。今季はね、最多勝、最高勝率、勝率1位ね、最多奪三振リーグ参加に輝き、先発の柱として5年ぶりのリーグ優勝に導いた。7年ぶりの日本一を逃したチームへの貢献度は高く、球団を容認する可能性が高い。ポスティング制度を利用してね、大リーグ移籍となれば、巨人では球団史上初となる。ってことなんですけどね、なんていうかな、まあ僕個人としてはね、ポスティング制度が全然ありだと思うんですよね。なんで今まで巨人が容認してこなかったかなという、まあ金持ってる球団やからかわかんないですけど、日本の国内 FA と違って、海外 FA って基本的に保証がないから、まあ国内 FA やったらね、人的保証とか、金銭保証とかいろいろありますけど、まあ AB ランクやったらね、海外 FA って保証ないから、もうポスティングやったらもちろんその、なんていうかな、入札金額入ってきたりとか、球団にとってはメリットもあるし、まあこれは巨人にとってはね、特例って言われてるけど、なんていうんかな、なんていうんかな、まあでもこれ巨人の歴史を変えるって言ってもね、おかしくないことやと思うし、ただ2018年オフに2年契約更新したってことは、それを破棄してポスティングでメジャー行くってことかな。2018年オフに19年をやりまな、そういうことですよね多分。でも33歳から来季で、選手寿命を考えればもうコンオフがラストチャンスで、まあ夢ってことでね、夢ってことで、山口投手の夢やったってことで、まあメジャー行きたいんでしょうけども、まあでもプレミアではね、思った成績っていうか思った活躍できひんかったから、それをメジャーの球団がどういう評価するんかわかんないですけど、まあメジャーリーグに行くとなればね、全力で応援していきたいなっていうふうに僕は思ってますね。まあいろいろありましたけど、いろいろ事件があったりとかいろいろありましたけど、第三者の僕はね、言えることでもないと思うし、その件に関してはね、もう和解してることだと思うから、別に僕がとにかく言うことはないと思うから、メジャー行くのであれば全力で応援していきたいなというふうに思いますし、やっぱりいろいろあってもね、構成できる社会であってほしいなと僕は思ってるんで、ダルビッシュさんで言ったら喫煙でも、それでもね、やっぱ道を外しても踏み外しても構成させる道っていうのが僕には大事だと思うから、山口さんのことは全力でメジャー行くとしたら応援したいと思います。頑張ってください。そんな感じでね、今回の動画は以上で終わります。私は Yeah.